ます。転倒が起こったり起こりそうな時は、お店の品物やあなたの家や土地を軍隊が自由に使えるという決まりを作ります。いろんな人が軍隊の仕事を手伝うという決まりも、例えば飛行機のパイロット、お医者さん、看護師さん、トラックの運転手さん、ガソリンスタンドの人、建設会社の人などです。戦争にはお金がたくさんかかります。そこで政府は税金を増やしたり、私たちの暮らしのために使うはずのお金を減らしたり、私たちからも借りたりしてお金を集めます。味方の国が戦争するときにはお金を借りたりもします。私たちの国の憲法は戦争しないと決めています。憲法は政府がやるべきこととやってはいけないことを私たちが決めた国の大元の決まりです。戦争したい人たちには都合の悪い決まりです。そこで私たちの国は戦争に参加できると憲法を読み替えます。さあ、これで私たちの国は戦争できる国になりました。政府が戦争すると決めたら、あなたは国のために命を捨てることができます。政府がこれは国際貢献だと言えば、あなたはそのために命を捨てることができます。戦争で人を殺すこともできます。お父さんやお母さんや学校の友達や先生や近所の人たちが戦争のために死んでも悲しむことはありません。政府は褒めてくれます。国や国際貢献のためにいいことをしたのですから。人の命が世の中で一番大切だと今まで教わってきたのは間違いになりました。一番大切なのは国になったのです。もしあなたがそんなのは嫌だと思ったらお願いがあります。ここに書いてあることが一つでも起こっていると気づいたら、大人たちに大変だよ、なんとかしようよと言ってください。大人は忙しいとか言ってこういうことになかなか気づこうとしませんから。私たちは未来を作り出すことができます。戦争しない方法を選び取ることも。おしまいです。ありがとうございました。ありがとうございました。この今日本には矛盾していることがあるんですね。戦争できる法律と戦争してはいけない憲法っていうのがあるんです。あの今月号のストーリーっていう雑誌に会見のことが載って、お母さん会見で何っていう特集が載っているんですけれども、そこにも書いてありましたけど、憲法は権力者を縛るもので、法律は私たち市民を縛るものなんです。今横でやっていた手話で憲法という手話があるんですけれども、法律という手話の、まあ、こういう手話なんですけれども、法律の上にもう一個法律がついて憲法っていうんですね。つまり法律の上に法律の上のものなんだよという意味で憲法という手話があるくらいに、法律よりも上なのは憲法なんです。それを法律によって変えようとしているんですね、憲法を。とんでもないことなんですね。このとんでもない悪法が安保関連法というものなんですけれども、全部戦争法と呼んでいるんです。なんでこういうふうに呼んでいるかということも、もう一つ紙芝居仕立てでやりたいと思います。お願いします。
はい、それでは今度はオリジナルの紙芝居をやろうと思います。ぜひお時間ある方はちょっと覗いていってください。もちろん聞いてくださるだけでも大丈夫です。マッコ関連法これからどうなるのという紙芝居です。これが全部現実に起きた物語です。こちらの写真をぜひご覧ください。これは去年の8月30日の国会周辺の写真なんです。ここにいる人たち、これ全部人ですね。私もこの木の下にいました。この木の下にも人がぎっしり、日比谷公園の方にまで人がぎっしり、全部で12万人の人が安保法が可決される直前にこれをなんとか止めたいと反対してる人たちがこれだけいるんだよということを形にして政府に見せたいということで集まったんです。今韓国でも大規模な、デモが行ってますよね。デモが行われてますよね。反トランプ、これのデモもすごい規模で、アメリカでもう1週間も経つっていうのに高校生なんか中心に行われてますよね。デモっていうのは私たちが民主主義を遂行するときに、一つの有効な権力者に対して自分たちはこういう考えを持ってるんだよっていうことを表す一つの有効な手段なんです。それで歴史が変わっていくことはとてもよくあります。日本人はあんまりデモっていうのは最近の人はしないんですけれども、それでもなんとかしたい、家にじーっとしてたって多分平和を訪れない、この先の未来が不安だっていう人たちがこうやって国会前に12万人も集まったわけです。でこれは何も国会前に来れるような、まあ、全国からも来たんですけれども、首都圏の人たちばっかりじゃなくって、実は国会前に行きたいんだけどどうしても行けない、だけど私は戦争反対ってことを言いたいんだっていう人たちが全国で取り組みをしました。日本列島、これ Google マップなんですけど、こういう街頭宣伝や今プラカード持って立ってる人もいますね。駅で見たことありませんか？スタンディングプラカードを持って自分の思いを街で伝えるスタンディングということが今個人を中心に結構ブームになっています。それからデモですね、集会、そういうものがあちこちで行われた場所にピンを打ってあります。日本列島真っ赤です。去年の8月30日の出来事です。全国で1000カ所以上こういう取り組みが行われて、みんなが戦争反対、憲法9条を守れという形で行動しました。行動しない人たち、この人たちもどういうふうに思ってたか、各社世論調査の結果を見るとやっぱり強行採決直後に世論調査の新聞社が取ってるんですけれども、もうほとんどの人が議論が尽くされてないとか、強行採決は良くなかった、そういう声が多いんですね。強行採決で安保関連法っていうのはもう決まっちゃって、実際もう南スーダンに青森から自衛隊の人たちが派兵されるというのがもう時間の問題で、刻一刻とその日が迫っているわけなんですけれども、そうやってなんかこう強行採決されちゃったのかなって思うんですけれども、実際その場面見るとこんな感じでもみくちゃで、この間の TPP の衆議院の強行採決もそうだったんですけれども、わけわかんない状態で、決まったんだか決まってないんだかよくわかんない、挙手したわけでもない、起立したわけでもない、議事録にも書かれてない、そういうめちゃくちゃなことが今、安倍政権の下で行われてるんですね。そうやってわけわかんないうちにみんななんかわけわかんない法律がどん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 決められている。そうやって今自民党と公明党の議席が多いから、どんな法律もどんどん作って安倍政権は通してしまっていますけれども、でも本当はその上に私たちの守る、権力者から守る憲法っていうものがあるわけですね。憲法に
憲法に違反する法律っていうのは無効なんだよっていうことがしっかりと書かれています。日本国憲法第10条第98条にこの憲法は国の最高法律であって、これに反する法律はその効力を有しないというふうに書いてあるわけです。だからまあ、 99% の憲法学者がこの安保法っていうのは憲法違反だっていうふうに言ってるわけですね。今あちこちで違憲裁判というのが行われています。これもぜひ皆さんニュースご注目ください。アッコ関連法さっきから言ってますけれども、実際日本人の中でこれちゃんと理解して、あ、いいんじゃないって思ってる人、いやこれは良くないよって思ってる人、どうなんでしょうね。さっき強行採決に対してはもう8割の人が良くなかったって言ってるんですけれども、ちゃんと中身を分かって賛成してるか反対してるかっていうのは結構大事なことだと思うんですよね。自分の頭でものを考えるっていうのはまず知ることから始めなくちゃいけないと思うので、ちょっとこれたくさんある種難しいんですけど、法律の話ですから、でもまあ多少分かりやすくご説明をしたいと思います。今まで自衛隊っていうのはどこに行けたでしょうか。バンバン撃ちまくってるところには行けないっていうふうに稲田さんも言ってましたっけ。そう、非戦闘地域ですね。もう戦争が終わったり、ここは絶対大丈夫だよっていうところに行って道路を直したり、そんなことしてましたよね。それが安保関連法でどうなったかっていうと、非戦闘地域じゃなくなったんですよ。今現在戦闘されてなきゃいいよっていう、そういう場所なら行けるよっていう法律を作っちゃったわけで、もしかしたら5分後に戦闘が行われるかもしれない。南スーダンは実際今戦闘状態で、ほとんど NGO の人もいないし、他の国の人たちも逃げてるし、政府も危ないの分かってるから、民間の人たち、大使館の人とかみんな逃がしてますよね。それなのに自衛隊だけはそこにとどまれというふうに言ってるわけです。で、それから今までですね、この自衛隊っていうのは、まあ、国連の平和活動、これに参加する分にはまあいいだろうと、これだったらなんとかギリギリ憲法9条の範囲内なんじゃないかという形で派兵していたんですけれども、この安保法で国連が関わらない活動にも参加できるようになりました。 PKO 以外にも参加できると、そういう法律が中に入ってます。で、武器ですね。武器に関して今までとりあえずもう何か危険が起きた時に自衛隊の人がこう信用に持ってる、そういう役割だったのが、これからは駆けつけ警護で他の人を警護するときに使っていいよっていうことになったんで、それって戦闘状態で使っていいってことですよね。さっき南スーダンは親が戦争で殺されて、とにかく食べるものを得るために軍隊に入る子たちがたくさんいるっていう話ちょっとしました。政府軍にもいるし、反政府軍にもいるし、誘拐されて無理やり軍隊に入れられちゃったような子どもたちもいるそうなんですね。そういう子たちと自衛隊員が何のためにお互い殺し合うのか全く意味がわからないですね。今まで日本の自衛隊がやっていた支援っていうのは水とか食料とか燃料とか、そういうものだったんですよね。それが弾薬とか兵士、こういうものを軍事物資って呼ぶんですけど、救援物資から軍事物資も運べるようにしちゃったのがこの安保関連法なんです。で、後方支援とか駆けつけ警報っていう言葉だけはやたら盛んに言われてて、この言葉から受けるイメージ